ハツラー、秘密のベッド、秘密のベッドをやっていきましょう。で、ちょっと待ってね、ちょっと音がちっちゃい。前回はアッサム編が終わってルフナ編に入ろうって言ったとこだったよね。じゃあやっていきましょうか。第1話、不器用な優しさ。さっきまであんなにはしゃいでたのに、みんな疲れたのか、動物だった時の定位置ですやすやと寝息を立てて、寝てる姿もやっぱりみんな動物の時のままだ。やっぱりみんな人間になったんだよね。あまりにも夢みたいな出来事で、まだ頭はふわふわと空に浮かんでいるようだった。私もそろそろ寝よっかな。はあ、寝ようと思ったけど眠れない。いろんなことがありすぎて頭が整理できないよ。ペットたちが人間になったなんて信じられないけど、それは嬉しい出来事だった。あのまま一人だったらきっと泣いて一晩過ごしていたはずだった。胸の痛みがよみがえって目頭が熱くなる。ペットたちのことで頭がいっぱいになっていたけれど、私レイトと別れたんだよね。胸の痛みは強くなり、涙が溢れてきた。もうデートと元には戻れないのかな。その時ドアを開ける音がした。誰？開いたドアの向こうを見ると、そこにはルフナが立っていた。ルフナ、寝たんじゃ。慌てて涙を拭った。ちょっと目が覚めただけ。そっか。まだ気にしてるのか、あいつのこと。いつまでも振られた男のことなんてうじうじ考えてんだよ。振られたってそんなにはっきり言わなくてもいいじゃない。あんな男さっさと忘れろよ。別にもう気にしてないよ。そういう割にはさっき泣いてなかった？違う、あれは目にゴミが入って。だからもう気にしてない。あんな人のこともう好きじゃない。言い聞かせてるように聞こえるけど、そんなことない。ふーん、素直じゃないな。なんでこいつ言葉遣いこんなおもろいんだ。可愛くない。可愛くない。何よ、本心なんだから。じゃあそこまで言うなら俺とキスしてみろよ。なんでだよ。待って、いやよ、何言ってるのよ。わかる、いいわよ、いいわよ。いいわよ、やってやろうじゃない。できるんだ。だってルフナだよ、いつもキスぐらいしてたんだし。してたんだし、できるよね。やるわよ。お前もなんだその言葉遣い。早くしろよ。ルフナって分かってるけど。できないのかよ。じゃあやっぱり強がりか。違う。じゃあできるだろう。できるわよ。そうよ、だってもともとはルフナなんだから。もうどうにでもなれ。どうにでもなれ。思い切ってルフナの唇に自分の唇をそっとつけてすぐに離れた。ほらでき。言葉を遮るようにルフナが私を抱き寄せた。ルフナ。そしてそのまま唇にさっきよりも深く長く口づけた。胸がドキドキと総称を打ち、指の先までは体が熱くなった。はいっすね。やっと唇が離れると体の力が一気に抜け、その場に座り込んでしまった。やるじゃん。ムカつく。何目線や。それじゃおやすみ。まだ呆然としている私を残してルフナは部屋を出ていった。なんだったの。もう月曜日。ごめんなさい、なんだかいい匂いがする。ゆっくりと目を開けると窓の外はもう明るくなっていた。朝、昨日はあれから寝ちゃったんだっけ。寝ちゃったんだ。昨日のあれは全部夢だったのかな。おはようございます。リビングルームの扉を開けると深々とアスムがお辞儀をした。お、元彼じゃん。やっぱり夢じゃない。どうぞテーブルへ。リラックス効果なるジャーマンカモミールのハーブティーを入れました。蜂蜜を入れて飲むと美味しいですよ。ありがとう。テーブルについてハーブティーを一口飲んでみた。
ふわっと花の香りが鼻をついて、ほんのりと蜂蜜の甘さが口に広がった。はあ、美味しさに思わずため息がこぼれる。局地が回らないな。お口に合いましたでしょうか。うん、すごく美味しい。はいはいはい、アッサム通ってくださいね。リズがアッサムを押しのけてテーブルにお皿を置いた。シナちゃんが大好きなホットケーキ焼いたからね。いいね、何か食べて元気づけないと。まん丸のホットケーキは綺麗なきつね色をして湯気を立てている。美味しそう、ありがとうリゼ。君のためなら何でもするよ。そうだシナ、肩凝ってるだろ。え、ああ、うん、そういえば。じゃあ俺がマッサージしてやろう。ほんと？ありがとう。どうだ、このぐらいの強さでいいか。うん、すごく気持ちいい。ラミンマッサージ上手だね。おい、おっさんセクハラしてんじゃねえよ。ルーフナ、昨日の出来事が蘇って急に恥ずかしくなって顔を伏せてしまった。私昨日ルフナと。でも本人も気にしてないみたいだし。それに相手はルフナだもんね。人意が悪いな。俺はただマッサージしてるだけだぜ。僕もセクハラだと思います。理性笑顔で言うと怖いよ。ラミンはただただ純粋にマッサージをして差し上げたかっただけだと思いますよ。ただ純粋に。お前もな、結構嫉妬深いからな。そこまで純粋を強調されると逆に怪しくなるだろう。とりあえずその手を離せ、おっさん。いいじゃない、いいじゃない、気持ちいいし。もう少しお願い、ラミン。そんなことでいいならいくらでもどうぞ。じゃあ僕も腕もんであげる。では私は足を。お前ら離れろ。いいじゃないですか、シノちゃんはルフナのものじゃないですよ。私はただシノさんを癒したいだけです。そうそう、ただ癒したいだけだ。うるせえ、全員セクハラだ、離れろ。キスしてきたお前に言われてもな。喧嘩はダメだからね。たく、そうそう、ここは仲良くな。こいつを励ましたい気持ちはみんな一緒だろ。え、そっか、みんな私を励ますためにいろいろやってくれてたんだね。みんなありがとう。ごちそうさまでした。ハーブティーもホットケーキも美味しかった。台所ではラミンとリゼとアッサムが私の代わりに洗い物や片付けをやってくれていた。おい、何？行くぞ。え、行くってどこに？静かに、あいつら見つかるだろ。でもみんな心配するし。みんな心配するし、行き先だけでも。いいから黙っとけよ。うん、ごめんねみんな。すぐ戻ってくるから。行くぞ。ルフナは私の手を掴んで部屋から連れ出した。どこ行くの？ねえ、どこ行くの？黙ってついてこい。ルフナは普通に道を歩いてたかと思うと軽い身のこなして突然塀の上に打ち登った。え？そして上手に 塀を伝って家と家の間を通っていく。嘘でしょ？こんなのついていけるわけないじゃない。人がなんとか一人通れるぐらいの抜け道を見つけてなんとか後を追いかける。もうどこ通るのよ、待って。早く来いよ。なんとか追いついた。すると次は穴の開いたコンクリートの壁にスルリと入っていく。お前いくら元猫だからといって人の形、しかも男のそのガタイでようやるな。またもう今は猫じゃないんだから。それでもなぜかルフナの行くところが気になった。行ってみるか。意を決してその壁の穴に自分の体もねじ込んだ。疲れた。そのぐらいでバテるなんてまだまだだな。何よ、だいたいルフナが変なとこ通るから。頭に葉っぱのして服に小枝絡ませてるやつに怒られても説得力ねえな。え？ルフナに言われて体を見ると全身汚れていてたくさんの葉っぱや枝がついていた。何笑ってんの？だってこんなになって。何笑ってんのマジで。ほんとバカなんだから。あ、バカは余計でしょ。バカにバカって言って何が悪いんだよ。もう口悪いんだから。でもニコニコやで。それにしてもさっきまでついていくのに必死だったから気づかなかったけど、連れてこられたそこは見晴らしのいい静かなところで住んでいる町が一望できた。すごくいい場所だね。葉っぱ乗ってますよ。だろ。忘れ去られたような古ぼけたベンチにルフナは腰掛けた。
私もその隣に腰掛ける。ふわっと吹き上げてきた風が頬をくすぐり髪をすくい上げた。気持ちいいな。こんな静かな場所があったなんて知らなかった。ぼーっと空を見上げているルフナの横顔を盗み見る。ねえ、なんで？どうして何も言わないの？別にその方がいいかと思って。ねえ、なんだよ、うるさいやつだな。どうしてここに連れてきてくれたの？一人になりたかっただろうと思っただけだ。ま、でも確かにさ、いやどうなんだろうね。そんなことないよっていうのもなんか否定するわけにもあれだよね。別にいいんじゃない？どうしてわかったの？騒がしいからな、あいつら。まあ、確かに一人で静かに物を考えたい時だってあるだろ。特に辛いことがあった時とかはさ。ルフナ、私のこと気遣ってくれたの？まあ俺もいるから二人だけどな。なんなら俺は消えるけど。ううん、ここにいて、いてほしいの。わかった、ありがとうルフナ。別に、俺もあいつらがうるさいから一人になりたかっただけだし。素直じゃないな。うん、素直じゃないけど、ルフナはルフナで気を使ってくれてるんだね。ゆっくり考えろよ。うん、ゆっくり考えろっか。真っ先に思い浮かんだのはレイトの顔だった。あの日のレイト、なんだかおかしかったな。距離を置く理由を聞いてもはっきりとしたことを言ってくれないし、いつものレイトならああいうあやふやなことを嫌いだから絶対はっきりさせるはずなのに。でも一番気になってるのは、話を切り出したのはレイトの方だったのに私より辛そうな顔してた。何かとても傷ついたような顔。いやさ、絶対さ、レイトはさ、別に別れたくて別れを切り出したわけじゃないからさ、こうやって他の男にさ、ホイ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 ついていくの嫌なんだけど。あいつのことを考えてるのか？まあ、ここは正直に言いましょう。考えられない、考えないわけないでしょ。うん。やっぱり、吹っ切れてねえんじゃん。吹っ切れるって思ってた。でも、どうしても気になることがあって。なんだよ。距離を置きたい理由、言ってくれなかった。それにあの時、私よりもレイトの方がずっと辛そうな顔してた。きっと何か理由があると思うの。今のままじゃ納得できないよ。どんな事情かはわからないけど、それを知ることってあんたのためにならない気がする。どうしてそう思うの？さあ、なんとなくだけど、ただあんたが傷つくだけだと思う。それでも私は納得の答えが欲しいよ。傷ついてもこんな形のまま終わる方が嫌だよ。わかった。え？それなら協力してやる。協力？いいから任せとけ。任せるって？嫌な予感しかしないんだけど。いや確かに嫌な予感はするけど、ここに嫌な予感しかしないんだけどって失礼じゃん。分かった、任せる。いや、嫌な予感しかしないんだけど。ネガティブな思考が出ちゃった。なんだよ、信用してないの？そういうわけじゃないけど、一体何するつもり？いいから俺に任せて、お前はしばらくおとなしくしてろ。久々にやったからこの唐突に終わる感じ、笑っちゃうな。あれ、私こんな変な、なんかこんな変なセーブの仕方してた。開いてんだけど、まあいいか、普通にやろう。えい、 6% 第2話、別れの理由。もう聞けちゃうの？火曜日。それなら協力してやる。協力？いいから任せとけ。で、昨日は言ってたけど大丈夫なのかな。なんかちょっと心配だけど、とりあえず起きて準備しなきゃ。こんなこと考えてても仕方ないもんね。今はルフナを信じて待ってよ。おは。扉を開けるとすでにキラキラした笑顔でアサムが立っていた。おはようございます。昨夜はよく眠れましたか？うん、ありがとう。まだこの生活には慣れないな。どうぞテーブルへ。今日は元気の出るハーブを選んで入れてみました。アサムに手を引かれエスコートされる。ありがとうでしょ。やりすぎだよさ。まあでも、どうなんだろうね。本当に自分がその
余計なお世話だよって思うぐらいやられてるんだったら言った方がいいと思うけど、そんなことないからね。ありがとう。いえ、あなたのためでしたらこのぐらいは当たり前です。なんだか慣れないけど、こういうのもなんだかいいものだな。僕が朝ごはん作ってる間に抜けがけですか？いえ、抜けがけだなんて。じゃあその手をすぐに離してください。だから笑顔は怖いよリゼ。失礼しました。真摯にアッサムは手を離した。おはよう。どうだ、元気か？ラミンがやってきて私の肩に手を置いた。ありがとう、元気だよ。そうか、ならよかった。おはようさん、またセクハラかよ。ルフナが割り込んできてラミンの手をつかむ。またお前は人聞き悪いこと言うなって。そうですよ、ラミンはただ純粋にシノーさんのことを。もういいアッサム。ねえ、そんなことより僕の作ったご飯食べよ。リゼが抱きついてきてソファーに座るように催促する。今日はトーストと卵焼きとベーコンとサラダとめっちゃ豪華な朝ごはん。おい、くっつきすぎだろ、離れろ。嫌です。どうぞお口を開けてください。私が食べさせて差し上げる。そこまではしなくていいから。やりすぎだな。アッサムがフォークにトマトと刺して口元まで持ってくる。ちょっとしれっと何してるんですか。僕が食べさせます。笑顔でそう言うとリスがフォークを奪い取った。はい、あーんして。自分で食べる、自分で食べれます。自分で食べれるから。ほら、自分で食べられるって言ってるだろ。そうだ、お前ら離れろ。そう言うとルフナがアッサムとリサを引き離した。まったく、油断も隙もない奴らだな。やれやれと言った様子でルフナはちゃっかりと私の隣に腰を下ろした。おいって言いながら自分が一番いい位置取ってないか。うるさいな、ここが俺の定位置だ。迷う。もうしょうがないな。しょうがないな。ずるい、シノちゃんルフナに甘いです。猫だからね。ルフナが料理を見てペロリと唇を舐めた。へえ、うまそうじゃん。そう言ってベーコンをつまんで口の中へ入れた。うん、うまい。ちょっと、それはしのちゃんのために作ったんですから、食べないでください。ベーコン、焼いた豚。おいアサム。豚。ほら、あれだ、気にするな、卵焼きだって鳥の卵だし。もう朝からにぎやかなんだから。でも辛かったこと全部どっか行っちゃうぐらい今楽しい。よし、ご飯食べて学校行かないとね。元気出たみたいだな。はい、おかわりもあるからね。俺の分もありません。ありがとう、みんな。学校行くの怖かったけど、みんなのおかげだな。みんながいるだけでこんなに救われてる。お昼どうしようかな。時計を見て顔を上げたその時、一番会いたくなかったその人が目の前に立っていた。レイト。思い出したくなかったいろんなことが一気に溢れる。足が震えて今すぐにでもここから逃げ出したくなった。どうして会っちゃうの。こんなところにいたのか。どうしたら。いや、とどまろう。これは気になるもん、理由が知りたいじゃん。逃げちゃダメだ、せっかくいろいろと話せるチャンスなのに。てか別に逃げる意味わかんねえしな。距離を置きたい理由も聞き出せるかもしれない。逃げ出したい気持ちを抑えてゆっくりとレイトの方を見る。なんて顔してんだよ。レイトはそう言うと私の頭をコツンと叩いた。え、今から減るか。うん、いつも通りのレイトだ。どうせなら一緒に食べるか。え、なんだよ、嫌なのか。何言ってるの。まあ気持ちはわかる。確かに距離を置こうって言われてね、一方的に突き放されたのに何言ってるのとはなるわ。でもまあ嫌ではない。嫌じゃないけど。じゃあいいだろ、弁当か。うん、じゃあそこの木の下のベンチで食べるぞ。俺もサンドイッチだし。わかった。ベンチに並んで座ってお弁当を開いた。こうしてると距離を置いてるなんて思えない。なんだか今日の弁当手が込んでるな。そう、リゼが作ってくれたから。でも元気そうで安心した。全然元気じゃない。シノ、急にあんなこと言われて元気なわけないでしょ。悪い。
なあ、怖い目にあったり嫌がらせ受けたりしてないか。え？別にしてないけど。どうしてそんなこと。そうか、ならよかった。もう絶対弱み握られてるんだよこいつ。もしかしてレイと何か嫌がらせにあってるの？私のことと関係あるの？いいんだ、このことを忘れろ。お前に何もないならいいんだ。全然良くない。全然良くないよ。どうして何も言ってくれないの？こんなのおかしいよ。別れた理由もはっきり言ってくれないし、こんなの全然納得できない。もう私のこと好きじゃないの？好きだよ、今でもお前が好きだ。あ、もうルフナいけない。それは言われたらルフナにいけないって。ねえ待って、いやさ、もう話終わりじゃん。じゃあいいじゃん。何があっても大丈夫、二人で幸せに暮らそう。二人は幸せなキスをして終了。その一言に胸の奥が焼けるようにいたんだ。じゃあでももう一緒にはいられない。そんな、どうして、どうして好きなのに一緒にいられないの？悪い、これで終わりにしよう。またあの人同じ、せっかく塞がりかけた傷口がまた開き、人生にと痛み出す。そうだ、お前の友達だっていうやつからお前と話をしろって言われた。え？あんな友達いたんだな。きっとあいつお前のこと好きなんだろうな。あ、まさか。それなら協力してやる。ルフナ？じゃあな、サンドイッチ残りやるよ。いらねえよ。ヘイト、レイトは私にサンドイッチを渡すと、あの人同じように一度も振り返ることなく立ち去っていった。どうして、どうしてなのレイト。はあ、ちょっぱ。リザが一番好感度高いんだよな、第2話の時点で。いやー、レイト君なんなんだよ。だけどね、22分か、あー、もうちょっとやってもいいかな、この調子だと。でちょっと、もうちょっとやりましょうか、もう1話。幽霊の嫉妬。はあ、せっかく元気が出てきたと思ったのに。なんて顔してんだよ。え？さっき元彼に言われた言葉なんですけど。下げていた頭を上げると、そこにはルフナとダミンがいた。どうしてここに？お前のボディーガードってとこかな。ボディーガード？ああ、ルフナのやつが突然シノを守りに行くって飛び出していってさ。もしかしてルフナは聞き出した？放っておくわけにもいかないから追いかけてきたんだ。ルフナ、心配して来てくれたの？別に、ただ状況を考えてそうした方がいいと思っただけだ。それにしては慌ててたけど。うるせえ。二人ともありがとうだよね。二人来てくれたんだから。一人で帰れたのには別にいいじゃん。迎えに来てくれてありがとうでしょ。二人ともありがとう。ありがとうって言ってから、でも一人で帰れたのにならわかるけどね。まあ、当然のことだ。そうだ。お前に何かあったら困るからな。何今の声何？変な声出ちゃった。誰が俺たちの面倒を見るんだよ。本当だね。でもどうして急にボディーガードなの？実はな、そのラミが言いにくそうに頭をかいた。何があったの？どうせ隠してもすぐバレるし、こいつにも知る権利がある。そうだな、実は家に脅迫状が届いた。それだけじゃない。ドアには赤いペンキで落書きされてるし、自転車のタイヤには画鋲。ひどい。誰がそんなことを、誰がかは分かんないけど、ストーカーみたいだね。で、今アッサムとリサが残って掃除をしてくれてる。相手に心当たりないのか？心当たりなんて。なあ、怖い目にあったり嫌がらせ受けたりしてないか？まさかね。言えよ、その顔は心当たりあるんだな。実は話そう。実はちょっと昼にデートに変なこと聞かれて。あいつと話したのか？その時に言ってたことが気になって。怖い目にあったり嫌がらせ受けたりしてないかって。もしこのことだったとしても、こんなことされる覚えないよ。そんなことを聞かれたのか？
嫌がらせの件と何か関係があるのかもしれないな。まああいつらも心配して待ってることだし、とりあえず帰ろうか。そうだな、さっさと帰るぞ。うん、もう踏んだり蹴ったりだよ。泣きそうになるのをぐっとこらえて歩き出した。その時、しのちゃん、お、先輩だっけ。あ、ゆいか先輩。誰こいつ。こらはじめまして。どうも。お友達？いとこなんです。この人たちは私のいとこで。そうそう、いとこなんですよ。ラーミン分かってんね、みたいだな。ルフナもね、察しがいいね、リゼと違って。あははは、うまくごまかせたかな。あら、そうなの。私はユイカです。よろしくね。同じサークルの先輩なの。最近はどう？レイト君とはうまくやってる？それが別れちゃって。そんな、またどうして？それが理由ははっきりしなくて、最初は距離を置こうって言われたんですけど、今日ははっきり一緒にいられないって言われちゃいました。あ、まあそうだね、今日はっきり振られたね。そう、残念だったわね。今でも納得できなくて。何かあったのかしら。わかりません。でも何かひどい嫌がらせをレイトが受けたみたいで。嫌がらせ？直接言われたわけじゃないんですけど、なんとなくそんなことを感じ取れることを言われたんです。そう、まさか。何か知ってるんですか？知ってるというか、突然こんなこと言って変に思わないでね。それもしかしたら幽霊の仕業かもしれない。ちょっと予想外の話来たな。幽霊？こんな時に冗談はやめてくださいよ。いえ、私は本気よ。え？もっと早くに言っておくべきだったわね。レイト君にはね、交通事故でも亡くなった元カノがいるのよ。点が線でつながりました。何言ってんだ。元カノがそのあれじゃないの？あいつなんだっけ、フミヤだっけ、タダヤだっけ、タダヤ、フミヤ、タダヤさんの飼い主？そんな、知らなかった。レイトもそんなこと言ったことも。こんなこと言うのもおかしいけど、もしかしたら瞳があなたに嫉妬しているのかもしれないわね。瞳さん？レイト君の元カノの名前よ。おかしいだろ、死んだ人間が幽霊になって嫌がらせするなんて。そうね、でもこの世の中には説明のつかない不思議なことってあるのよ。まあ、とか言いつつ、お前が黒幕なんじゃないかってちょっと思ってるんだよね。確かに飼ってたペットたちが人間になるのも、まあ確かに幽霊が嫌がらせしたって不思議はないけど、ないわ。どうしてユイカ先輩突然こんなことを。まあもう別れたんなら収まるかもしれないわね。本当かよ。大丈夫になるといいわね。はい。怪しいんだよね。けど念のためしばらくはレイト君に近づかない方がいいわよ。うわ、なんかこいつ本当に怪しいんだよね。え？さっきも言ったけど、もし瞳が関係してるなら、あなたにも危険が及ぶかもしれないでしょ。とりあえず十分に気をつけてね。はい、ありがとうございます。それじゃあなたたちもまた。さよなら。ゆいか先輩はその場から立ち去っていった。まさかとは思うけど、今回のことはその元カノが関連してるってことなのか。わからない。さ、遅くなったな。とりあえず帰るか。ちょっと来いよ。黙っていたルフナが急にそう口を開くと、私の腕を引いて歩き出した。え、おい、ルフナ。大丈夫だよ、こいつは何があっても俺が守る。無事に連れて帰るから先帰ってくれよ。ちょっとルフナ。しょうがないやつだな。優しい、ナミ。もういつも急なんだから。まだここまで来たの？悪い。どうしたの？レイトのことだけど。うん。ちゃんと話できたのか？できたって言えばできたんだけど、結局肝心の別れの理由はわからないままで。なんだよそれ。ごめん。あ、いや別に責めてるわけじゃなくて。ルフナだよね、レイトに話すように言ってくれたの。まあ、あんたに協力するって言っただろ。余計なこと。いや、いいじゃん、ありがとうでしょ。うん、ありがとう。
でもせっかくくれたチャンスを生かせなかった。ちゃんと話せなかったのか。うん、肝心なことは何も聞き出せなかった。おまけにはっきり言われたんだ、もう一緒にいられないって。平気なのか。それがね、なんだか最初に距離を置こうって言われた時よりずっと平気なんだ。まあまあど、まあ曖昧だもんね、距離を置こうって。なんで、なんなんってなるわ。だったら一層潔く振られた方がまだすっきりするよね。なんで。そうだな、みんなのおかげかな。みんなのおかげかな。みんながいてくれて賑やかで楽しくて。今まではレイと中心だったけど、今はみんながいるから。そうか、じゃああの探しにも役に立ってたんだ。うん、とっても。なんかちょっと安心した。あんたが落ち込んでるとこなんて見たくないし。ルフナ、いつもルフナはこうやって私のそばにいてくれる。ありがとうルフナ。別に、俺言われるようなことをしてないし。いいの、ありがとうを言いたい気分なの。変なの。そう言いながら少し顔をあからめるルフナに胸がキュッと締め付けられる。どうしたんだろう、相手はルフナなのに。そろそろ帰ろっかって。え、勘違いすんなよ。ただ何があるか分かんないから繋いでた方が安全だろ。うん、差し出された手を取って重ね合わせる。行くぞ。うん。ルフナの手は温かくて心地よくて、なぜだかまた胸がキュッと締め付けられた。私どうしたんだろう。終わるぞ。ゆっくりとゆっくりと冷えていた心がルフナのおかげでじんわりと温まっていく感じがした。終わるぞ。ただい、終わるぞ。おかえり、大丈夫だった。お怪我はございませんか。遅かったな。みんな大丈夫だよ、ルフナがいてくれたし。だから余計に心配なんじゃない。どういう意味だよ。さあ、温かい紅茶を入れてますからどうぞ。ご飯ももうできてるからね。上着を俺がかけてきてやるよ。ありがとう。こうしてみんながいてくれてるおかげで私救われてるよね。きっと一人ならどうすることもできなかった。リビングの端に赤いペンキのついた雑巾を見つけた。あ、嫌がらせされてるんだよね。一体誰が何のために。何ぼーっとしてんだよ。ああ、ううん、なんでもない。今はあんまり考えないようにしよう。はい、思ったより長かったわ。胸がキュッと締め付けられた。パンって終わるかと思った。20%。どうよ、いいんじゃないの。そうでもないかもそうでもなかったかもしれん。よーし、というわけでね、今回はこの辺にして終わりましょうかね。次回第4話、真実のありどころから始めましょう。はい、じゃあ一体誰が嫌がらせしてるのか。私は優香先輩だと思ってるというわけでね、じゃあお疲れ様、また次の時間にお会いしましょう。バイバイ。